鉄道記念物は日本国有鉄道が1958年に制定した日本の鉄道に関する歴史的文化的に重要な事物等を指定して保存・継承するための制度あるいはその制度により指定された事物等を言う。本校においては1963年に制定された地方的に重要な事物等を指定する準鉄道記念物についても記述する。 1987年の国鉄分割民営化後は既存の記念物が JR 各社の管理に移されたものの長らく指定が行われなかったが2004年に西日本旅客鉄道が準鉄道記念物から鉄道記念物への格上げという形で18年ぶりに指定を実施した2010年にはやはり準鉄道記念物からの格上げで 北海道旅客鉄道も指定を行った。鉄道記念物は1958年10月に制定された鉄道記念物等保護基準規定によって定められた基準に従い国鉄総裁が指定するものとされていた。その基準は国鉄及び国鉄以外のものの地上施設その他の建造物、車両、古文書などで歴史的文化価値の高いもの。国鉄び 国鉄以外のものの制服、作業用具、看板その他の物件で諸制度の推移を理解するために書くことのできないもの。国鉄における諸施設の発祥となった地点、国鉄のある伝承地、鉄道の発達に貢献した個人の遺跡などで歴史的価値のあるものと定められている。制度の性格上指定された記念物は滅失。 既存しないよう長く保存されるべきものであり、その管理、保守のために管理者、保守責任者、管理責任者が定められる。管理者は、記念物が滅失、既存しないよう保護するための保存施設を設置し、保守責任者及び管理責任者に管理させなければならない。もし記念物が滅失、既存した場合は、管理者は記念物を原型に復旧するよう措置を講じなければならないし、 保存施設が滅失、既存した場合は、保守責任者、管理責任者はそれを修理、復旧しなければならない。鉄道記念物は、1958年から原則として10月14日の鉄道記念日に、数件ずつが指定され、2018年までに44件の鉄道記念物が指定されている。1号機関車1853年に、 佐賀藩の田中久十九らが製作した蒸気機関車の東方旧手宮機関湖旧大阪山、随道東口木六6401号蒸気動車、伊予鉄道1号機関車233号蒸気機関車、純鉄道記念物は、地方的に見て歴史的文化価値の高いものを支社において指定するもので、1963年に制定された。鉄道記念物に比べて、 ローカル色が強いのが特徴であるが、管理者、保守責任者、管理責任者が置かれ、長く保存するための体制が敷かれているのは、鉄道記念物と同様である。2012年までに59件が指定され、うち8件が後年、鉄道記念物に昇格している。静香号機関車北海道鉄道開通起点表。 ウサ神宮境内の旧大分交通ウ三宮線26号機関車、ED4010 号機関車、C57139 号機関車、D51488 号機関車、EF551 号機関車区波86系、電車1号機技術視野からは、規定に国鉄以外のものとあるにもかかわらず、指定対象が、 国鉄関係に変調しているという批判が古くからあったが国鉄が存在した時期は国鉄によって制定されたということからやむを得ない面もあった。その後国鉄の民営化によって記念物の扱いは長らく宙に浮いた状態となりその動向が注目されていた。2004年に JR 西日本が純鉄道記念物からの昇格という形で記念物の指定を行い、 制度を引き継ぐことを宣言した形になった。それ以降も他の JR 各社は新たな指定に同調していなかったが、JR 北海道が2010年の北海道の鉄道130周年を機に新たな指定を行った。しかし他社が新規の指定を実施するのかは依然不透明である。JR、私鉄を問わないべての鉄道を対象とした検証制度に改める上では、 今のところそれを統括して取り仕切る組織が存在しないという課題がある。ありがとうございます。